えー、じゃあ次はですね10月1日ですね「金曜ロードショー」放送のです、ね「インディー・ジョーンズ最後の聖戦」の話をします。えー、最後の聖戦線ですねこれももう本当に派手なポスターですね。えー、こんな「バー今父と息子のアドベンチャーがスピルバーグの世界に燃える」って書いてあってですね「全世界待望」のシリーズ最新作ですね、えー、ちゃんとまともなさず「インディー・ジョーンズ作ってくれよ」って全世界が思った作品なんですけども。 まあ、あのメインのお話としてはどうなのかというとあのキリストがです、ね、十字架に張り付けにされた時で槍に突かれた時にです、ね、その体から血が流れたってその血を流れ コップですね,、まあ、コップですねそれをですね、えー、の、まあ、お話ですで第3作でですねこの,、ま、あのさっき話した「魔球の伝説」の失敗を回復しようと、まあ、もう一回原点に戻って西洋人には馴染みやすいですねそのインドとかサンカラストーンとかですね不思議な宗教カルト宗教ではなくてキリスト教の謎を持ってきたんですね。たただです、ね、キリスト教の謎を持ってきたからっててきからね。ここねあのなんかね 平凡,にでき平凡というかね,、まあ、ねスピルバーグにしてはちょっとそれしんどいですよなんでかというとスティーブン・スピルバーグ名前の後ろにバーグついてるじゃないですかもう、これでわかる通りですスピルバーグはユダヤ人なんですよねであのユダヤ人にとってちょっとキリスト教っていうのは微妙なもんですねあのレイダースの1作目はですねユダヤ教なんですよだからモーセの10回ですね10回の石板を入れていたアーク正筆の話だったら これは、ユダヤ人としても「はいはい OK です」と作れるんですけどもですねそのところがユダヤ教ではイエス・キリストっていうのはあくまで預言者の一人ぐらいであってまあヤコブとかそういうふうなやつらよりちょっと上ぐらいの存在というポジションがあってすみません僕もそのユダヤ教詳しくないんで今ざっとした話してるんですけどもあの神の子だとは考えてないんですねつまり神様の分身だとは考えてないなのでその血を受けたコップといってもですね所詮他の預言者の なんだろうな。聖遺品って言うんですけども、もまあ、神聖なものぐらいのパワーしかないんですよ。でもユダヤ教じゃなくて、キリスト教徒にとってイエスキリストというのは神様の分身だからまあ、エイリアスみたいなものですね。分身みたいなもんだからです、ね、その血を受け止めたということはとんでもない。パワーを持っている。全く違うんですね。あの解釈がですね。ユダヤ教徒とキリスト教徒ではですね。だから。 とこころが、の映画の中ではです、ね、あの死にかけた人に命を取り戻すほどのです、ね、奇跡まで起こしちゃうわけですね。だからユダヤ教徒の、ね、スピルバーグとしてはです、ね、第2作の評判を取り戻すためその自分のアイデンティティをですを、ね、捨ててしまうぐらいです、ね、ちょっとキリスト教よりにかなりやったぐらいのです、ねまあ、大譲歩したわけですね。 で,でもですねそれでもあの最後に出てくるダンジョンあるんですけどそのダンジョンの中でこうクリアしなければいけないで神の名を唱えよ神の名を唱えよって時に「神の名神の名はヤーウェイだ!」っていう <laughs> インディー言うんですけど「違うだろうと!」とだって十字軍が <laughs> あの作ったですねトラップなんですよそうするとキリスト教の神のはずだからヤーウェイはユダヤ教の神だ, <laughs> だから違うんですけどもそこでですねインディーもですねこのお父さんですねインディーパパのですね やめだっていうところですねまあその自分のユダヤ教としてのアイデンティティを一応はこっそり貫いたっていうですね <laughs> そこら辺がありました。だから、僕はそこが面白かったですねユダヤ人の意地を通したなっていうのがですねであのインディ・ジョーンズ実はね1作目からずっと続いてる設定っていうのがあってですね主人公のインディはですね大学の高校学の教授なんですねで口癖はですね、えー、謎はすべて図書館にあると。 別にに発掘の現場に行ってです、ね、エジプトのファラオの仮面を見つけてもそこに呪いなんかないしあのあのそんな,な,なんだろうな,な謎の十字架とかです、ね、例えば今回だったら聖なるコップ聖杯ですねそれにはもちろん考古学的にも美術的にもすごい貴重なもんであって自分はそれに惚れ込んでるんだとでそこに呪いとか不思議なです、ね、オカルトっぽい奇跡のようなパワーなんかないっていうこれが 実はインディアナジョーンズのあの初期からの設定なんですね。で、そんな現実主義者で考古学者のインディアナジョーンズがなんか否定しきれない。不思議な現象にあって少しずつですね。なんかこう自分の堅なな立場を変えていくっていうお話なんですね。メインプロットはそれなんですよ。だからあの第1作のアークもですね。あのモーセの十回を。 刻んだ石板をです、ね、入れていた箱。これも単なる歴史上の工芸品として見てたんですけどもしかしラストで奇跡が起こってしまったので,です、ね、以後は彼は心が変わったので幼馴染のです、ね、女の女子とと、ね、結婚すすることなんですね。それまで独身貴族で,でずっと図書館の中にこもっていた彼がです、ね、必要に応じて時々冒険には出るんですけども不思議なことなんか信じてなかったんですね。 1> もうあの第1作で,です,、ね、なんかすごいトラップであのマヤの遺跡みたいなところでど,どんどん襲われるんですけどそれも古代人が作った科学であり技術なんですよそういうようなスピルあのインディーは信じるんですけど魔法みたた。いななものは信じてなかったでそれがです、ね、最後アークで起きた奇跡によって彼は変わったので、まあ、あの女の人と結婚することになったというですねちゃんとあの登場人物のキャラクターの進歩が描かれているんですね。 でこの進歩を描いちゃったからパート2ではです、ね、同じことができないのでちょっと微妙なものになった。でパート3ではですねそのお父さんをさらに現実主義者にしたんですねお父さんはですねその聖杯を追いかけてるんですけどももともとは本の虫ですねインディー以上のです、ね、図書館派と言われてですね全く外に出なかったのが聖杯の謎を追いかけてるうちについついヨーロッパに出かけてしまう。 インディはあのヨーロッパに出かけてなんで俺はこんなものを追いかけるようになったのかという自分のルーツと出会うという話なんですね。であのユダヤ人のねそれはねスピルバーグが映画をヒットさせるためにですね徐々にキリスト教を受け入れるのと同じようにインディがその父親のです、ね、旅をトレースして徐々に徐々に奇跡,奇跡を受け入れるようになる。 不思議なうんカルトを受けるようになるというですね。うまくシンクロして作ってるんですね。だからあのアクションエンターテインメントに見えてちゃんとあのね二作目と違って三作目のこのインディージョーンズはスピルバーグのプライベート映画としても成立さしてるんですよ。それはやっぱあの E.T. とかを作っていかに商業映画エンタメ映画の中に自分語りを入れるのかっていうのがちゃんと掴めてきたスピルバーグだからできるんですね。ただこの後、フックとかでやりすぎてもう一回ドスベリ起こすんですけどもですね。<laughs> まあ、その辺をです、ね、表現しているのがその現実主義のインディはです、ね、子供の頃にスペインの,あの黄金の十字架を奪われてそれを取り返そうとしていたとでもその黄金の十字架っていうのはその父親によって、まあ、自分の発見を裏切られたみたいな形で,です、ね、取り上げられたんですけどもその父親と一緒に十字軍の旅をたどるというです、ね、割りとあの複雑めなお父さんとの関係、えー、不思議っていうのをどう見るのか。 えなんだろうな聖なる異物っていうのをどういう意味なのか単なる工芸品なのかそれとも不思議なパワーを持っているのかその神という力というのはユダヤの神なのかキリストの神なのかそれとももっと広範囲なものなのかっていうのをちゃんとね自分自身で消化しながら作ってるから割とねあのいい作品になってると僕は思いますあのエンタメ映画のふりをしながらちょっとねこの自分語りを入れるっていうのは「あのクレヨンしんちゃん」の原監督の「 後期です、ね、あの,の技法に割とと近いと思いますで今回のテーマになってるです、ね、その最後の聖戦っていうのはあの現代はラストクルセイダーっていうんですよねあのだからあのラストクルセイダーをあの最後の聖戦聖なる戦いっていう意味ではちょっと無理があってクルセイダーというのはスペイン語でクルスつまり十字架を持つものという意味でですねあの最後の十字軍って訳すべきなん,べきなんですよ。 で十字軍って何かってて、ね、何か定義、ね、色々あるんですね。ウィキペディアで十字軍のとこ見てみたら定義いろいろあってっていうのがものすごい多くて読みきれないぐらいなんですけどももともと聖地エルサレムをです、ね、ヨーロッパのです、ね、キリスト教世界に取り返すためのむちゃくちゃですよね <laughs> 軍団だったんですけどもしかし徐々に状況が変わってきますで、で状況変わってきたのは何でかというとあのキリスト教がねローマー によってです、ね、国境にされた公式にです、ね、オフィシャルな宗教になったっていうのは期限まあ大体2世紀から4世紀ぐらいの出来事だと思うんですけれども。 そこから千年ぐらい、西暦1300年ぐらいまでの間ですね、ヨーロッパではですね、キリスト教というのは唯一の宗教じゃなかったんですよ。最大の派閥だったけど、唯一の宗教じゃなかった。つまり、あの民衆というのはあくまで土着のケルトとかですね、まあ場合によってはいまだにギリシャの神々みたいなものを信じてて、キリスト教というのはその中の最大派閥の一つでしかなかったんですね。つまり、あの民法に囲まれた NHK みたいなもんなんですよ。NHK って強くてでかいんだけども。 まあ、民法もみんな民法を見ますよね。それと同じようにキリスト教の教会がダーンとあるんですけど民衆は別に教会とかに行かずに土着の宗教を信じてるというような状態だったんですよ。なのでキリスト教のです、ね、当時の指導者たちっていうのはです、ね、その信者獲得のため獲得というよりねなんかあの一般民衆ですね大衆たちの 血中キ,うういい、ね、キリスト教濃度を高めるためにですね強烈なシンボルが必要だったんですねでその一つが大聖堂ですねこういう、まあ、ノートルダム大聖堂ミンチュアなんですけどこういうのをですねだった。だってあの10世紀ぐらいまでですねキリスト教の,です、ね、あの寺院っていうのはね教会っていうのはどんなところかというと修道院なんですよ。 それは何でかっていうと世俗の誘惑に勝つためそういうものを捨てるためにですね 行きにくい場所、そんな場所行けねえよって山のてっぺんとか崖のてっぺんにあるわけですよねだから町の人からら、してみたらです、ね、そんんなななの関係ないわけなんです、ね。そうじゃなくてみんながアクセスできる町のど真ん中にでかい教会を作ろうとでその中でもです、ね、我々は町の誘惑に負けないためにこうあの強い心を持たねばいけないというふうなことで大体その10世紀から13世紀ぐらいにキリスト教、町の中に教会建てようというブームが起こったんですね。ところがですねあの 8世紀ぐらいですかえらい法律ができてしまってです、ね、キリスト教で最も重要な祭儀であるミサを執り行う主祭壇の下には聖人の遺体か少なくともその一部が埋葬されてなくてはいけないというです、ね、こんなとんでもないです、ね、法律というか、まあまあまあ、あの法令みたいなものがです、ね、キリスト教の内部でできちゃったんですね。カソリックの中で。 ですね大聖堂というこの教会を建てるにはこのまど真ん中中心の下にですね聖遺物と言われるですねあのなんだろうな聖杯みたいなものですね本当にアークとかですねキリストの地上家の聖杯みたいなものが必要になっちゃったんですよ。でで結果ですね。 イスラム圏に対してです、ね、十字軍のもう目的が変わってエルサレム奪還だというのが違うんです取りに行ったんですけどももう目的が変わっていってとりあえず繊物を盗みに行くです、ね、盗賊団になっていったんですね十字軍というのはこの時代8世紀から13世紀ぐらいだってそれがないと教会建てられないんだもんで,で教会もです、ね、1個あったら満足ではなくてです、ね、いっぱい欲しがるんですよ。あのねこれ ヨーロッパの大聖堂を行った人はあの分かると思うんですけどもこれ上から見たら十字架の形してますね、まあ、シンボリックな形してるんですけどでここが主あ主壇なんですけどこの周り小っちゃい小部屋がいっぱいあるんですよで小部屋いっぱいあってですねこの小部屋の一つずつにあのノートルダムみたいなところだったり、ね、異物があるんですよね「聖なんとか」の服とかですね「聖なんとか」く使っていたなんとかっていうのがいっぱいあってですねそれが見られるのがありがたいみんなそっちをね拝んでるんですよ。 案外、ど真ん中の,その十字架みたいなものを、まあ、みんなそれはねあのお祈りミサの時にやるんですけども普段行ってみんなどれに祈るのかっていうと自分の誕生日に近いとか自分の家族の誕生日に近い成人の生物に対してこ,うこの周りにいっぱい並んでるブースがあるんですけどそこにあの祈ってるんですよね。で、まあ、こんな状態だったのでですねであの当時のだからあの中世のです、ね、ミサっていうのはですねクライマックスでは お説教でかね三山あ,あれ前振りで長いお説教した後に「それでは、えーえー、うちの教会の最新の遺物をご覧に入れます」って言ってですねちらっと見せるというのがすごい流行ったそうですね。であのキリストどんな遺物かっていうと例えばキリストイエス・キリスト自身をその十字架に貼り付けた釘ってあるじゃないですか長い釘なんですけどその釘 ものすごい数あるんですよ。そんななにあるはずないって。多分、もうほとんど偽物なんですけどもですねでそれでもですね正式にそのカソリック大辞典っていうのがありすけどカソリック大辞典でこれは本物っていう認定された釘だけで30本あるとそうなんですけどもどんな状態で貼り付けられてんだろう聖書だったら2本なんですよ書いてあるのこ,こことここと2本だけでこうだからこうなってるんですけども正式なものというふうに言われただけでも30本あるそうですね。 まあ、というわけで,です、ね、十字軍のミッションにです、ね、泥棒というのが加わってしまいまして、まあ、イスラム世界を襲ってです、ね、なんとかそのキリスト教とかです、ねまあ、もしくはキリスト教の聖人たちのです、ね、お宝アイテムを奪うということが絶対必要になってきた。 でインディ・ジョーンズの,です、ね、この最後の聖戦に登場するです、ね、十字軍の生き残りラストクルセイーダーですね、えー。十字軍の生き残りは彼が守っていた聖杯という名のコップですねそれにはですねこういう背景があった何でそんなものをです、ね、そあの一生懸命目指さなければいけないのか,かったのかというとまずはその、えー、中世前半におけるキリスト教の 案外、メジャーななものではなかった。唯一神と言いながら他の土着神と共存していたでその中で唯一のものと保つために街の中に教会を作らなければならなかった大聖堂そしてその街の中の大聖堂ではですね他の宗教とかで教義と違う圧倒的なバリューを見せるために巨大なステンドグラスが必要だったり宗教絵画というものが必要だった。 でも、一番にやっぱり民衆が見たがってたのはイエス・キリストその人そのものに刺さっていた釘であるとか使っていたコップであるとかもしくは着ていた衣服の一部そういうようなものが欲しがられてたんですよね。 その一般大衆というのはそういう競技の根本ではなくてそれよりもとりあえず目で見て信じられるものを教えてくださいとか見せてくださいというようなことに走ったのでちょっとこういうバランスの悪いことがあったこういうことがあったのでこの「ラスト・クルセーダー」っていうですね映画がですねまあ面白く見れるんではないかと思います。